先日のミルトルで撮ったオリオン座の三つ星付近、赤が滲んだ感じになってたんです。どうしようかなと放置してたのですが、渚みかんさんにバレてしまいました。というわけで今回はこの色ずれを補正してみます。中央はいいのですが、四隅は結構ずれてます。赤と青でピント位置が違うのでピント調整してますが、そこで 0.1mm くらい焦点距離が変わると数ピクセルくらいずれてしまうようです。対角の位置にある星の座標を求めて、対角線の長さを求め、赤ピントと青ピントで比較し、その比率で赤ピント画像を縮小して合成してみます。赤と青ピントのコンポジット結果をステライメージに取り込み、それぞれを RGB 分解した後、赤ピントの R 画像、青ピントの G、B 画像で1セットにします。隅っこの星にマウスを合わせると、画面右下に座標が表示されます。R 画像と G 画像で、両端の星の座標を求めます。G 画像と B 画像は同じ位置なので、どちらでも良いです。終点から始点を引いて、水平、垂直の長さを求め、水平、垂直の長さのそれぞれに乗を求めて加算し、平方根を求めます。平方根の値が対角線の長さです。R 画像を保存したものをリサイズします。元が4144ピクセルなので 0.9986 倍します。この4138ピクセルにすれば G 画像と一致するはずです。ステライメージに4138ピクセルにした R 画像を取り込んで、元の R 画像は捨ててしまいます。R 画像はカラーとして認識されているのでモノクロにします。リサイズした R 画像と G、B 画像で RGB 合成します。これで色ずれが補正されたはずです。
結果を確認します。四隅のズレが大きいはずです。かなり補正できたと思います。少し面倒くさいですが効果はあるようです。音声合成はボイスボックス四国メタンを使用しました。